アイテム番号 SCP-266JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、すべての SCP-266JP はサイト81の定期限度物品収容倉庫内に設置されたパスワード付きの冷凍庫の中に保管されます。新たな SCP-266JP が発見された場合はすべて焼却処分してください。説明。SCP-266JP は外見的、遺伝子的には一般的に流通しているものと同様のキャベツです。現在財団では8玉の SCP-266JP を記録用に収容しています。加熱した状態の SCP-266JP を 40g 以上、人間が接触すると、被験者の副口内にチンパンジーの受精卵1個が現れます。加熱せずに接触した場合にはこの異常性は発揮されません。出現した受精卵は大腸に着床し、そこで胎盤を形成します。その後、受精卵は異常な速度で成長を遂げ、最長で7日間で発達の最終段階にまで発育します。特筆すべき点としては発育に使用される栄養の量はその急激な発育速度に反比例するかのように極めて少ないことが挙げられます。発育が最終段階まで達した被験者は帝王切開による胎児の摘出が必要となります。SCP-266JP の影響により誕生したチンパンジーは、通常のチンパンジーと比べて何ら異常性を持たないことが確認されています。実験により誕生したチンパンジーは現在サイト8169にある大型動物収容棒で、頭が飼育されています。SCP-266JP は、県、市において、4人家族の全員が救急車で病院に搬送され、入院先の病院でチンパンジーを出産した、という情報が財団の興味を引き、その存在が発覚しました。調査により、一家の母親が無人直売所で SCP-XXXJP を購入していたということが判明し、収容につながりました。その後、すべての関係者に B クラス記憶処理が施され、集団食中毒のカバーストーリーが適用されました。母親が SCP-266JP を購入したとされる、市の無人直売所に当時陳列されていたキャベツのすべてを、財団が回収したところ、そのうちの、玉が SCP-266JP であることが確認されました。陳列されていた SCP-266JP には、金村、とだけ記された生産者名を表すシールが貼られていました。近隣農家に聞き込みを行ったところ、金村、という人物は周辺地域には存在していないという答えが返ってきました。SCP-266JP が陳列されていた無人直売所には監視カメラの類は設置されておらず、SCP-266JP を無人直売所に置いた人物が何者なのかは未だ不明であり現在も捜索中です。ポイ、事案、266JP、SCP-266JP が財団の収容下に移ってから約10ヶ月後に SCP-266JP に貼られていたシールの内容が突如以下のものに変化しました。作品番号第9番、キャベツ畑より愛を込めて。現在、新たな SCP-266JP 並び未確認のオブジェクトの発見に備え、日本全国の無人直売所に監視カメラが設置される試みが財団主導で行われています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんです。